皆さんこんにちは、だいちゃんがんばチャンネルです。今日はガマガマ銃を紹介します。はい、開口忍法ガマガマ銃、青忍者手裏剣が1個入っているそうです。入っているそうです。紹介しましょう。では開けます。よいちょっと、中に入ってたのはこんな感じです。あ、これは取れてみます。はい、ガマガマ銃の説明書で、これは単用2本です、うん、では、単体のこのコアの音を聞いてみましょう。はい、絶縁シートをまず抜きます。一回つける？うん、つけないでやってみたら。はい、お願いします。光ってるね。つけてみます。はい、ここの溝につけて、はい、コアの溝につけて回転させる。こうやってガマガマ銃の使い方です。はい、ではスイッチを入れます。はい、入れましたよ。ではお願いします。それが引いてます。まず短い押し方、通常攻撃音です。次、長押しです。これが探知モード音らしいです。探知音モード、これは光る鳴るって書いてない。これは鳴るって書いてるだけ。これ光る部分ないんだね、うん、なさそうだね。では入れます。そうすると、ここから口が開きます。いきますよ、これ入れますよ、ガチャ。はい、口が開きました。はい、お願いします。トリガーします。どこも光ってないよ。うん、それで取るときはこの裏側の後ろ側の、黒いポッチを挟む、両方から挟むと取れます。はめると光らないの？いくよ。で、トリガーを押します。光ってる様子がないね。ここ光らないんだね、これは。はい、では、閉じるときはまずこの銃口を入れて口を閉める。そうするとバッチ閉める。はい、じゃあ他ので音声確認をしてみましょう。赤忍者手裏剣です。はい、大ちゃんお願いします。はい、はい、入れますよ。はい、トリガーを引きます。これも音声だけで光りませんね。じゃあ取ります。はい、一応白いのも、白忍者手裏剣もやってみましょう。いきますよ。はい、セットオン。はい、トリガーを押します。どうも、音声は鳴るけども光りません。音声も全部同じです。どれを入れても同じみたいですね、このガマガマ銃は。青忍者手裏剣を忍者一番刀で音声確認しましょう。はい、お願いします。入れます。はい、お願いします。はい、くるくる。トリガーを押します。はい、じゃあ次は必殺技です。はい、回します。
この音声も同じだね。はい、では召喚、あ、違う、召喚か。回します。押します。あ、変わりました。変わった、変わった気がする、変わった気がします。ジャマジュとニンニンブルーの、手裏剣の紹介を終わります。これで紹介は終わります。 See you, goodbye, チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。